ノア代表の大和匠です。ノア代表の遠井春彦です。よろしくお願いします。出会いは就職同期だったよね、まあ、遠井を見た時は多分売れないんじゃないかなと思ったし、地味だったから大丈夫かなって。そうね、うん、芋っぽかったよね。そうだよね、2人でお金もないし、同期会でバーミヤン行って、でなぜかよく喋るやつ同士で座って、俺ら余って同じお席座って食べるみたいな。お互いに人見知りだったから全然食べなかった。確かに多分仕事の話をアシスタント1年目の時からできたのって、多分ちゃんと話せたのヤマトだけかもしれない。それはあるかもしれないね、うん、1年目のなんか出会った時からすごいできないやつだなって思ってたけど逆にヤマト結構何でもできるタイプだったじゃん。多分本当に教えたらすぐできちゃう、結構器用タイプだったから、シャンプーとかもさ多分一番最速だよね、うん、で俺多分ビリツぐらいだったからあんま表情には出さなかったけど結構ムカついてたねなんか出会った時とその最初の印象ってすごいなんか地味だし、なんか不器用なんだなってすごい思ってたけど、練習モデルさんとかアシスタントの時って呼ぶじゃん、あの時にびっくりするぐらいモデルの数が多くて遠いなって。そこでもうすごい競い合ってた。だからそんなに毎日朝夜モデルやって、で終電までやって、また朝来てみたいなっていうのが、モデルさん呼べるようになってからもう遠いと自分しかいなかったから、だからそれで結構仕事の話で盛り上がるようになったし、終電までモデルやってんのに2人でジム行って筋トレして3時とかに家着いて、でまた早朝でモデルやってみたいな、筋肉まで切磋琢磨してた共通の、まあ、悩みっていうかさ、結構お金に困った時期ってあったじゃん、めちゃくちゃあった、ね、借金したりとか、うん、結構そういうのがこう仕事のモチベーションだったりとか、やらなきゃっていう多分そういう気持ちは一緒に持ってたからさ。よくないけどねぶっちゃけなんかその時はダメだったけど、絶対どうにかなると思ってた。その意識って多分遠いもあったと思うし、で頑張れば人間何でもできるみたいな、でそういうのは絶対2人で持ってたと思うから、なんでこんな頑張んない人っていっぱいいるんだろうとか結構あの時期から思ってたし、でもその中でなんか同じぐらい頑張るやつっていうのが目の前にいるのが結構俺にも刺激になってたし、結構多分遠いっていう存在は俺からしたらでかかったかもしれない。おアシスタントとかなんか照れますね練習が嫌いとかなんか苦手とかっていうのがあんまりよく分かんなかったし、じゃあどうすんのっていうか、スタイリストになってお客さんを喜ばせるのに練習しなかったら何すんのって思うし、実際モデルさんも来てもらわなかったらお客さんなんか来てくれるわけないしっていう、いろんなことを考えて将来に向けてがむしゃらにやってたけど、やらない人ってこんないるんだろうってマジで、でそういう人たちのことは本当に見本にできなかったって思うし、そこはある意味見本にできた人だったなっていうのは思う、うん、デビューしてからもさ、うん、割と売り上げ伸び悩んだ時期あったじゃん2人とも、うん、まあ、ずっと今までさ、ヤマトの方がカリキュラム先にこう進んでたからさ、まあ、こうヤマトよりもこう先にデビューできたっていうのに対して、まあ、その時結構自信ついた。あ、これヤマトがデビューするまでに差ちょっとつけたいなっていうのもあって、めっちゃ自分なりに頑張ってた時期はあったんだけど、全然こう数字がもう1年間多分ずっと売り上げ20万とかの時期で、もう本当に毎日地獄みたいな、毎朝お店行ったら自分の予約表にお客さんの名前書いてない、もうアシスタントじゃんみたいな、そういう辛い時期あったし、でヤマトも多分デビューしてからあったじゃん、そんなにこう伸びない時期って。あったね。でその時になんかさ、
まあ、今までインスタアカウントは持ってたけど ラーメンの投稿しかしてなかったからこれさすがにまずいなと思ってさ、ちょっと本気出そうかなと思ってさ、多分それも同じ時期にさ、あのインスタやったじゃん、多分同じスタートラインに立って、じゃあこっからじゃあインスタ頑張りましょうっていうところで、多分2人でさ、多分毎回結構意識するじゃん。ヤマトがめっちゃこう、多分めっちゃ考えてたじゃん。めっちゃ考えてたね。でヤマトがめっちゃ毎日聞いてきたじゃん、どうやってこう編集したのとかさ、めっちゃ聞いてきたじゃん。で俺感覚だからさ、なんか多分大したアドバイスできなかったんだけど、でヤマト多分それを自分でなんかめっちゃ分析して、で当てたじゃん、うん、スヌーピー巻き、うん、最初めっちゃバカにしてたけど、してたねあんな大当たりすると思わなくて、そこパクったよね、トイプードル巻きってパクってたねめちゃ当たったし、そしたらこう意外とこう分析力あるなっていうのはすごい参考にしてて、だからヤマトのアドバイスは俺全部聞いてるし、丸パクリしてる。でもそれはすごいなって思った。分析してで、こうやれば成功できるんだっていうのを自分なりに見つけて、それを遠いに報告しました。そしたら次の日にもうそればっか投稿しててあれみたいな、パイオニアが遠いになってんの最終的にスヌーピー巻き上げて、その後なんかいろんな巻き上げていったけど、遠いのプロフィール見たらキャラ巻きの達人って書いてあるし、まあいいものは全部パクらせていただいてでも今まで全部そうだよね、ヤマトが0から1作ってその1を俺が上げるみたいな、そういう作業の繰り返しだったよね。あれは面白かったな。でもそれは自分でもやりたくて、自分が成功したことをなんか自分だけのものにしたくないし、それをちょっとちょうどライバルだって思ってる遠いにやってもらって、成功してもらうことによって自分ももっと磨かないといけなくなるし、なんか自分だけ伸びるのがすごい嫌だったから、あの時はなんか嫌なんだよね頂点でそれみたい なんかそういうのがちょっと嫌で、切磋琢磨してるんだったらそれだけなんかライバルは上にいてほしかったりもするし、なんかどうやったらなんかこうお客さんに響くんだろうとかって、結局お客さん目線のなんかそういう SNS の使い方っていうのを意識ばっかしてきたけど、必ずなんか方法があるっていうか、どういうのに響くのかっていうのが絶対あるから、それをやっぱ見つけてやる、で成功したら全部遠いに流すっていう1年の流れがねあった、うん、そうしたら絶対にもう俺以上に問いはやるし、込めて俺そのスヌーピー巻きとか上げてた時って投稿って言ったら週4しか上げてなかった。あ、そうだっけ。てか週4以外絶対上げないっていうのを作ってた、まあテレビみたいな感じで何曜日の9時から上げますみたいな、あでそれが週4日っていう徹底をしてたんだけど、でも問いは1日3、4投稿じゃんそりゃもう俺よりやるわ、だってもう答えが出てるんだもん、うん、それやったらさもう当たるって分かってんだから、もうやらないわけないよね。そうだね、だから1週間に4投稿してるのに1日でそれ全部終わらせてるから、まあ、勝てないよねでも週4投稿にしてた意味っていうのも、1投稿1投稿なんか求めてるものじゃないとダメだったの自分の中で、うん、ちょっとこれは微妙だなっていう投稿が1つでもあるのがちょっと嫌だったので、あの時はそうだったけど、まあでも最近は結構試行錯誤してるけど、まあ、絶対また新しいものを見つけてそれは遠いに流し込んでいこうかと。お待ちしてますその今強みにしてることってさ、お互いまあいろいろあるけど、その中でも宿毛矯正最初あれだよね、そのインスタでさキャラ巻きでさ伸びて売り上げも上がって、でも限界が見えて、そっからまた向こう側に行きたいってなった時にヤマトが先に宿毛矯正に目つけて当てて、それまでずっとさ毎月さ締め日にさ見るじゃん、お互いの売り上げ、ああこんぐらいかみたいな。それがなんかさ宿毛矯正を推進した瞬間さ、翌月で倍ぐらいってさマジでと思って、速攻聞きに行ったよね。速攻聞きに来たね、ヤマト、え宿毛矯正どんな感じみたいな宿毛矯正トリートメントだっけっていう、まあ、名前でこう打ち出して、多分それがお客さんに響いて爆上がりして、俺も真似しようと思って
GF ストレートって名前変えて、そしたら俺も当たって、最初から最後まで丸パクリしちゃってるわ俺うん、いいんじゃないかな。でも名前が違いと武器だし、自分のこだわりは全部もう遠いに詰まってるわけだし、その宿毛矯正に対しての、うん、だからまあよくこれ質問来るけどね、宿毛矯正トリートメントと GF ストレートって何が違うんですか。一緒ですねみたいな。ただまあそっから向こう側の細かいこだわりが違うっていう。でも実際それって多分お客さん一人一人求めるも違うし、丸みのあるストレートなのか、それとも結構まっすぐめがいいのかとか、ちょっと丸み残した方がいいかどうかのこっちの提案力だったりとか、結局お客様一人一人に合わせた技術の違いってあるから、なんかどっちがっていうか、お客様のための技術がちょっと違いますっていうのはある。なんかうまいね今の説明の仕方。そう、うん、でもそうじゃない。まあもちろんダメージはもちろんのこと、限界まで少なくしてっていう感じだけど、でもあんまり宿毛矯正をね、ここまでこうちゃんとデザインとして考えて提案する美容師さんって少ないと思うから、それこそね、まあ、ヘアカラーとかさ、カットとかそういう目で見て分かる、まあ、花があるからさ、そういうの注目されがちだけど、意外とだから穴場っていうかさ、しかもやればやるほどめちゃむずいし、今年ここ1年でかなり変わったよね、自分らの宿毛矯正に対する多分知識と、多分まあいろんな景色を見れたんだろうね。自分らだけのこだわりじゃなくて、実際宿毛矯正を、ね、なんか売りにしてる美容師とかにもいろんな話聞いてみたりとかして、自分らのこだわりとそれをミックスすればどうなるんだろうとか、そういうところまで研究してったから今があると思うし、まあ、ぶっちゃけもうちょっと怖くない、どんだけブリーチしてようかみたいな、そういう域まで到達しちゃったから、なんかそれで多分喜んでもらえるお客さんの感動もでかくなってるなと思うし、でも実際宿毛矯正をすごいやろうと思った理由があって、なんか一番喜んでくれるなって思うんだよね、宿毛矯正って。お客さんの一番悩みになってる、多分パーセンテージ的に高いのが癖なのかなって思うんだけど、もう毎日がもう結ぶしかないとか、そういうまさかこんな髪の毛に自分がなってこんなに人生変わるなんてみたいな、なんかこれなんかの CM ですかみたいな、そういう感動の言葉とかが DM だったりとか口コミだったりとか来るし、なんか見てて面白いよね確かに感動レベル違うよね、うん、俺もそれは思う。なんか可愛くなったから嬉しいっていう感動もあるけど、なんか諦めてたものがまさかこんなに綺麗になるのかっていう、その瞬間の感動を見たらちょっと癖になっちゃうっていうかああこんなに喜んでもらえるんだ人って、とか人見知りですごい喋れなさそうな、なんかこう勇気出して来てくれましたっていう人とかも結構それで増えて、ここでしかできないのかみたいな、でも来てくれて終わった頃にはなんかこうその緊張が吹き飛んですごい笑顔でなんか帰ってくれるっていうか、その瞬間がもう見たくてやってるようなものだしね、心の技術を追求して本当良かったなって思う一瞬だよね、その笑顔が、うん、失敗減らしたいっていうのはめちゃくちゃあるじゃん、その他行っちゃって失敗しましたっていうあって、で自分のお客様にも一人とかじゃないか、まあ、何人かいるんだよね、その結構もうジリジリになっちゃったみたいな人がで来て、今はもう1年2年ぐらいかな通ってくださってるから、根元最高、毛先だけちょっと残ってますみたいなところまで来て、でもそれでもトリートメントとか髪質改善とかもやってくれてるから毛先も結構落ち着いてはきてるけど、やっぱその消えてはくれないっていうか、縮り毛っていうのは消えてはくれないけど、なんかもう全然綺麗みたいな、こっからここまで綺麗になってたら、あとここって別に巻いちゃえばなんか綺麗に見えるとかっていうところまでは改善できてるから、めっちゃかわいそうだなっていう。
だから絶対どうにかしてやろうっていうのをめっちゃ思いながら、デザインしました、じゃあその教科書に書いてるカットしました、それ可愛いんですか。もはや今3年目デビューですからもう遅い。今の時代ってこうお店ってよりかは個で集客じゃん。